今回はことみと一緒に食べられる恵方巻きを作りたいと思います。恵方巻きといってもご飯は使わないです。今回は鶏肉で海苔とご飯を表現していきます。材料はこちら、皮を取り除いた鶏のもも肉で、こっちがもも肉で、これがささみで、卵といんげんと人参、あとこの炭を使って海苔を表現していきたいと思います。まずはもも肉をミキサーしていきます。このもも肉がご飯になる部分です。ほらこんな感じ、ちゃんと生き肉になった。楽しみだね、本当にできるかな。次はささみ、じゃん、竹炭パウダー。待ってこっちゃん、待って、デトックス効果と成長作用があるそうです。このくらい入れるかな、このくらい入れてやってみようか。とりあえずどうなるかな、黒くなるかな、ちゃんと。あ、ささみのさ、ミンチって見たことないけどさ、こんな結構なんかプルプルな感じあんまり黒くはないけど、もうちょっと入れてみる、あ、こんな感じ、どれ、まあいっか、とりあえず、まあ、失敗するかもしんないけど。で、先ほどのインゲンを下茹でしてきました。消化を良くするために少しこう潰していきたいと思います何やってんだろうね、こちゃんの作ってるからね。ちょっと食感も楽しみたいので少し残しつつ。はい、じゃあ具材が揃いました。うまくできるかな、ささみを薄く、薄くできるかな、ポテポテだね。ちょっと水つけながら、あ、この卵ちなみにあのレンジでチンしました。レンチンスクランブルエッグ。あ、でもなんか慣れてきた、ほら。楽しみにしててね、ことみ。美味しいかな、初めて作るけど。うん、いい感じ、いい感じ。伸びた、伸びた。さあ、この恵方巻きは、あの、私の大好きな芝チャンネルさんの動画を見て、参考にさせていただいてます。もも肉。うん、伸ばしやすい、こっちの方が。さあ、お肉が伸びました。で、これ具、下茹でした人参、手で伸ばしてもよかったかも。卵食べたことあったっけ、ことみ。そう、こんな感じでいいかな。具あんま入れるとはみ出しちゃって、だからこのくらいにしとこうか。はい、こちゃん卵どうぞ。美味しい。さあ、巻けるかな、上手に。これを、さて、うまく、もうちょっと具入れた方がいいのかな。まいっか、こうきて、のり巻きっぽくなってきた。でも、ちょっとなんかうまくつくのかな。そこちょっとさ、のりしろやってくればよかった。うん、あ、もうでももうこれでもう蒸しちゃえば多分、いいんじゃないかなって思います、さあ、もうちょっとね、サランラップしっかりやって蒸していきたいと思います。今度蒸していきます。これうち蒸し器がないので、100均セリアで買った蒸し器のやつ、鍋とかで蒸せるやつ、初めて使うけど。お水少し入れて、で、これさっきの、じゃーん、のり巻きっぽいこれと、これちょっと余ったやつね、余ったやつおにぎりみたいにして、これで7分から8分ぐらい蒸していきます。できました。開けてみます。じゃーん、
のり巻きっぽい、ぐちゃぐちゃののり巻きだ。あ、すごい弾力。じゃこれ少しあの粗熱を取って切ってみたいと思います。すごいほかほかこれおまけできました。熱も少し取れたので開けてみたいと思います。さて、白いささみだから白くなっちゃったのかな。少しちょっと待って、こっちは待って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 、お座りして。じゃーん、白い、ちょっとのり巻きっぽいっちゃのり巻きっぽいでしょ。ソーセージみたい確かに、ソーセージ、確かにこんな感じ。切ります。すごい弾力。さて、楽しみだね、ことみ。じゃじゃーん、おのり巻きっぽい。このもも肉がさ、つぶつぶしてお米っぽいじゃん、ちゃんと、うん、すごい、よくできた。ほら、かじってみる、ちょっと。じゃあまた切ってあげるね。いい感じだよ、ほらほら、かわいい。こんなに綺麗にできると思わなかった。何が良かったのかな、ささみかな。じゃじゃーん、ことみできてよ、待ってだよ。美味しそうだね。こっちゃんはいつもガブガブ食べちゃうから、いつもこの早食い防止のお皿で食べてるんだけど、今日はせっかくなのでちょっとこれで食べてみたいと思う。ちょっとあんまりにもガツガツいくようだったらやっぱりこっちにする。あ、せっかくだからこれ2個食べてみようか。ちょっと待っててね。待ってだよ、待ってだよ、待ってだよ、まだだよ、まだだよ。よし、いや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 、あらら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 、5秒5秒も経ってない、3秒美味しかったね、ことみ。もう一回あげるか、もう一回あげる。食べる。じゃあこっちゃん、これちょっとちっちゃくしようね。ことちゃんはこれ、このお皿じゃないとダメだね。まだだよ。よし、おいしい、こっちゃん。おいしいね。当然食べるね。もうペロッと食べちゃった。美味しかったね、ごとみ。ね、一気に食べるとお腹壊しちゃうから、これ残りは後で食べようね。取っとくからね。ね、もっと頂いてなって。残りは後で食べます。こっちは食べ過ぎです。はい、これ私たちのお茶じゃないよ。こっちゃん、待って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 、私たちも食べてみたいと思います。これが醤油マヨネーズで、これが生姜醤油を作ってみました。いただきます。で、生姜醤油で、じゃあ、うん、すごい弾力。あ、美味しい。マヨネーズ醤油も美味しい。うん、炭の味はね、全然しない。鶏肉 100% のハンバーグって感じ。以上、参考になれば嬉しいです。よかったら節分じゃなくても皆さん作ってみてくださいね。動画がいいなと思ったらいいねやチャンネル登録してもらえると嬉しいです。今日もありがとうございました。